それでは元の先生お願いします。はい、ありがとうございます。鈴木先生、広瀬先生ありがとうございます。皆さんこんにちは。今からですね、時間としては大体90分弱ということで、これ大学の授業と一緒です。ちょうどですね、人間が辛抱できる最大の時間ぐらいではないかと思うわけですけれども、ちょうどですね、お昼の後で皆さん少し気持ちよくなってしまうかもしれないんですが、でも先ほどお話ありましたように、私この、核兵器禁止条約の話に関してはですね、少なからず現場を見てくることができたというふうに自負しております。なので少しその、現場感というかですね、何かそのこう本を読んだりこうしたこう文字や映像でですね、伝わることもたくさんあるんですけれども、少しそうした肌感覚みたいなものを皆さんと共有できたらいいなというふうに思っています。で、今日1年に一度、先ほどお話ありましたように佐世保ということで、佐世保の皆さん、はじめましての方も多いと思いますけれども、今日本当にお会いできて嬉しいと思っています。ようこそお越しくださいました。そしてそれだけではなく、今日も私が来る時のバスもですね、ご一緒になった方、数名お顔が拝見できるんですけれども、遠く長崎から多くの方に、遠くでもないですかね、でも1時間半ぐらいありますので、お越しいただきました皆さん、本当にありがとうございます。そして先ほどご紹介いただきました釜山からの皆さん、なかなか今日なんかよくわかんないところ連れてこられちゃったなというふうに思っていらっしゃるかもしれませんが、この後ですね、質問をたくさんご意見を受けたいと思いますね。多分皆さんのどのようにこの話を聞いて考えられたかということを、ここにいらっしゃる他の皆さんもですね、聞きたいというふうに思っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。なので今日私がどうしても構成上長く勝手に話をしてしまうところが多いんですが、できるだけインタラクティブというかですね、皆さんがお互いに話ができるような場になるといいかなと。つまりそれだけこの核兵器禁止条約の話ってみんなの問題、みんなで考えるべき、セミナーの答えがない、みんなで今それを探っている状況ですので、そういった場になるといいなというふうに思っています。さて、こちらですね、ちょっと写真暗いですが、皆さんご覧いただけますでしょうか。今日お手元に資料を印刷してありますので、スライドですね、同じものがあります。スライドの見にくい場合はそちらも合わせてご覧ください。あと今日なんと韓国語のこの90分という長丁場のですね、同時通訳をしてくださっている方がいらっしゃいますので、できるだけ私も話をですね、分かりやすくしたいというふうに思っています。さて、この写真をご覧いただくと、書いてある通りですね、今年7月7日というのは歴史的な日となりました。ニューヨークの国連本部でですね、行かれた方も何人かいらっしゃると思いますが、核兵器禁止条約が採択されるという動きがありました。で、そのまさにその採択が、なされた瞬間を撮った写真であるわけなんですけれども、まず会場にこう人が埋め尽くしているのをご覧になるならいいかなというふうに思います。これちょうどですね、スタンディングオベーションというんですかね、参加者の方がこう立ち上がって、そしてもう割れんばかりのこう拍手喝采と、そういったところで、あるわけです。で、正面の方がですね、議長席ですね。少し見づらいんですけれども、真ん中に座っていらっしゃる白い服を着ていらっしゃるのが議長の、白い服を着ているからではないんですが、ホワイト大使ということで、また後で写真が出てきます。で、その、人々がこう喜び合っている、そういった意味で非常に感動的な瞬間で、ありました。で、ここでですね、その採択結果、これがその会場で、禁止条約 の条約案なんですね。そこに出席している国々が投票を行って採決をするという形に採択になったわけです。で、これの正面のスクリーンを写しにしたものですけれども、小さくこう白い文字で書いてあるのは国の名前ですね。この投票には124カ国が参加をいたしました。そしてここに書いてあるように賛成が122カ国、
そして反対の1カ国、これはオランダですね。そして棄権1カ国、これはシンガポールということで、国の名前の前に少しご覧になりにくいかもしれませんけれども、緑のランプがつくとその賛成をするんですね。それでこうそれぞれの政府の方の席のところに、まあ、そういったボタンがついていて、それで投票するというような形でした。でこの正面のスクリーンを見ながらですね、じゃあ今から投票してくださいというアナウンスが流れて、それとこう、まあ、いわゆるクリスマスの点灯式ではないですけど、一斉にこうタタタタタタという形でこう明かりがついてくるんですね。そしてそのとともにこの緑がわーっと埋め尽くす形でつくと。でそれとともにこう私を含めてですね、政府関係者でないその市民社会、いわゆる市民社会ですけど NGO の人間も含めて会議室の後方に座っているわけなんですけど、そこから大きな歓声が上がりました。というのもこの投票に参加している国々のですね、まあ、そういう意味ではほぼもうほとんど全てが賛成票を投じるという形になってたんですが、この直前までどれくらいの国が実際に賛成するかっていうのはなかなかこう私たちは読めなかったんですね。つまりものすごい圧力がその核保有国アメリカを筆頭にこうこれらの国に毎日毎日こうかかっていて、で場合によってはこの交渉会議に出ていてもその投票の場に欠席するとか、あるいは棄権票を投じるとかですね、そういう意味ではこう賛成を貫いてここで緑のランプを押してくれるのだろうかというところが危ぶまれていたわけです。で実際NGO の方々とかですね、その前の日とかに各国政府代表部に電話をして、明日必ず来てください、投票してください、賛成してくださいという最後の念押しではないですけれども、そういう形でこうプッシュをしていました。なのでさっき写真ご覧になったと思いますけど、会場普段の倍ぐらいの人がですね、最終日ですね、こうわーっと来ていて、そしてこのような形で世界の国連加盟国の3分の2、まあ、多数派ですね、圧倒的な多数派が禁止条約に力強いイエスを示したということは、とてもそういう意味では力強い嬉しい動きであったわけです。でこの動きにですね、いろんな形で貢献した2人の女性を紹介したいと思います。これいい写真だと思いますね。私 の友人がですね、キャサリン・サリマンという核分野の軍縮研究家 の方を通ったんですけれども、とってもなんかこう見ると心がほっこりする知人ではあるんですが、この2人の女性がどなたかお分かりになる方いらっしゃいますか。そうですね、さっき白い服がというふうに申し上げたホワイト議長、コスタリカの大使ですね。ホワイト議長がこの禁止条約交渉会議の議長の向こう側、そしてこちらの手前にいらっしゃる赤い服の方がサロー節子さんです。今カナダ在住のですね、広島の被爆者、13歳の時に被爆をされていますね。広島女学院の女学生さんだった方です。でこの交渉会議、このサロ節子さんですね、交渉会議の場もそうでしたし、またそれに至る、ここから後でお話をさせていただきますが、この禁止条約を作るに至るさまざまなプロセスで政府代表団の前でご自身の被爆体験だけではなく、こう被爆者が今まで抱えてきたたくさんの思いをですね、各国の政府の前でスピーチをするということを繰り返し、ことを繰り返しなさってきた方です。でもちろん節子さんが被爆者の全ての方を代表しているというわけではありません。ただですね、やはりこう彼女のスピーチを聞いて、いろんな形で動かされる、心が動かされるということがですね、私が知っているだけでもそういった外交官の方の動きの中に、見ることができました。でこの7月7日に条約交渉が終わり、採択がされ、まあ、投票が終わってですね、採択された後に各国がその投票説明とかスピーチを続けるんですね。でその一番最後、大鳥は
実は市民社会に与えられて2人の方が話をしたんですけれども、その一番最後のスピーカーが澤野節子さんでした。そういった意味ではこの条約のある種意味をですね、その象徴的に被爆者の方のスピーチで最後終わらせるという形があったわけです。で、実はですね、これ朝日新聞さんがですね、字幕付きでその映像を YouTube にアップして、くださっていますので、その動画サイトを皆さんご覧になった方もいると思うんですが、ちょっと今日皆さんとその雰囲気を少し共有するために今からご紹介したいと思います。ちょっとお待ちください。Thank you.
映像いかがだったでしょうか。私あのそのスピーチの時はですね、すぐ節子さんの後ろの後ろ、実はスクリーンの端っこに私のこれくらいが映ってたんですけれども今映像は切れてしまいましたが、あのスピーチの後の拍手、もう皆が総立ちでですね、もう3分ぐらいですね、本当に鳴りやまない拍手がずっと会場で、続いていました。多くの人がこうお互い抱き合ってですね、涙を流している人もいましたし、こう ほほ笑み合っている人もいましたし、そしてみんなが節子さんに、そしてあのその時は日本避難協の藤森俊樹さん、被爆者の方もおいでになりました。その2人に握手を求めてですね、ただそこはその被爆者のその場にいるその NGO であったり被爆者の方にこうありがとうというよりは、みんなが何て言いましょうか、こうそこにいない人たちのことを考えたんですね。そこにいない、さっきあのサロ節子さんのスピーチの中にもありましたけれども、この条約の採択を見ることができなかったその72年間の間にたくさんの方が命を落とされている。それは広島長崎だけではない、今日いらっしゃるように韓国朝鮮半島にいらっしゃる被爆者の方、世界中にいる被爆者の方、そういったそのいない人々、この瞬間を共有はできていないけれども思いを残した人々にこう思いを馳せる、そういったことをですね、その熱気にあふれた会場で共有をした瞬間だったというふうに、感じています。ただそうしたその思いがですね、これから先では世界をどう変えていけるのかということが今日の私の話、今のところ、まあ、前段の話になっているんですけれども、節子さんのスピーチの中にこういった表現がありました。これは核兵器の終わりの始まりだと、つまり禁止条約ができたということは核兵器廃絶というところに至るその大きな、でも一つの一歩でしたんですね。本当に一つの道を踏み出した、そしてここからその核兵器の終わりというものがやってくると。ただここにいらっしゃる皆さんもそういう意味では禁止条約ができてすごくいや良かったなっていう思いを共有されている方たくさんいらっしゃると思うんですが、一方ででもって言うんですね、でも実際核兵器を持っている国、禁止条約に背を向け続けています。そして核の傘の下にいる国、同じように禁止条約には意味がないと、そういったことを言い続けています。でそうした中、じゃあその現実を前にどうこの禁止条約が今から一歩を踏み出していけるのか、ここから変えていくためにどう禁止条約を使えるのかと。で大事なことはこの禁止条約を作ったことはもちろんゴールではない、それは皆さんも、それからこの条約を推進してきた国々もみんな思ったことです。ここはゴールではない、だけれどもじゃあここから前に進めていくときに何を手がかりにどう進んでいくのかというのを私たち今真剣に考えなければいけないところに来ているんじゃないかなというふうに思います。なのでそうしたですね、その嬉しいけれどもこの先どうやっていけばいいんだろうというようなところの少し考えるヒントというかですね、その場に今日の話をしていければなというふうに思っています。でもちろん私にも何か答えが、クリアな答えがあるわけではありませんが、そこを皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っています。で、大きくはこの3点ですね、話を整理していきたいと思うんですけれども、まずこの条約ができた、よかったっていうところをスタート視点にしてしまうと、どうしてもどうしてその意義はどこにあるのかというところの比較的大きな話をですね、見失ってしまう可能性があるので、まずどうしてこの条約を実現することができたのか、なぜ世界はここに向かうことができたのかというところを入り口にしたいと思います。でその上でこの作られた禁止条約というのは一体何なのか、何がそこに書かれているのかというところに進んでいきます。で3番目が私たちの課題は何かというところですね。
ね、近いところに引きつけて考えるということをやっていきたいと。でそういう意味でこれまで禁止条約をめぐるこれまでと、それからこれからどう橋渡しをしていくのかということを考えていきたいというふうに思います。さてこの禁止条約ができたですね、1点目ですけれども、その世界が動いたその根っこになったところ、私はズバリ危機感だというふうに思っています。その核兵器を持たない国、いわゆる非核保有国というふうに呼ばれるものですけれども、こうした国々がとにかくもう今の世界、核兵器にまみれたこの今の世界がこの状態であるというか受け入れられない、で核保有国に対するそういう意味ではもう堪忍袋が大きいネタではないですけれども、もうなんとか前に進まなければいけないと、今の現状を維持するということはもう答えではないんだと、そういうこう強い思い、危機感がですね世界に広がったということがまず根本にあるんじゃないかなというふうに思います。で皆さんにご覧いただいているこれはあのレクナで毎年作成している核弾頭ポスターというものでありまして、もしあのご希望の方がいれば、あの大きいものもですね、あの今日は、お手元にはこのパワーポイントのスライドの印刷をお渡ししているだけですけれども、こうした大きいポスターをですね、あの入り口にありますので、ご希望の方はお持ちになられて、ください。解説書というのもですね、ポスターの解説しおりというのも合わせて作っていますが、これ、今ご覧いただいているのは今年の最新のものですね。世界に存在する核弾頭の数が1万4900ということで、約1万5000弱というところになっています。で9カ国ですね、アメリカ、ロシアを筆頭に9カ国が核兵器を保有しているという形で、この1万4900のだいたい 93% ぐらいも米ロが持っているという、この冷戦の状況そのままのですね、対立というのをここで見られるのではないかなというふうに思います。で今日はなかなかちょっと細かいあのポスターの話をしている時間はないんですが、ただ真ん中にこう地球があってですね、この一つ一つのアイコンが5つの核弾頭を表しているんですけれども、やはりこう地球にこうまみれているというかですね、地球に核弾頭というのはこれだけ溢れているところに私たち今の時代まだ住んでるんだということは、なんとなく実感していただけるんじゃないかなというふうに思います。ただこの1万4900という数、歴史の流れの中で言えば、まあ、減少傾向にはあるんですね。1945年から現在に至るこの核弾頭の総数というのをグラフの中で見ていくと、だいたい86年7年ぐらいの、いわゆるその数で言えばピーク時ですね、その時をこう頂点として、右肩下がりというか数は少しずつ減ってはきています。ただですね、数は減っても、じゃあ1万4900というのが大したことないというふうに言えるかというと全くそうではなくて、その広島長崎という時の原爆に比較してですね、今その何十倍という力を持つような核兵器があるということも含め、また後でお話ししますように、その使用のリスクというのが高いということも含めですね、その数の大きさということは実感していただけるんじゃないかなというふうに思います。またその削減のスピードは決して速いものではありません。実際総数として少しずつ減少傾向であるというふうに申しましたけれども、その配備して使える形になっている核弾頭の数ですね、もうほぼ現状横ばいというところが最近何年も続いているということになります。でさっきのですね、このポスターの真ん中に地球がありますが、ここの上に何かが書いてあるのご覧になりますか？ただの地球の絵ではなく上に何かありますけど、これはどなたかご存知の方いらっしゃいますか？時計ですね、はい、これはありがとうございます。日本語で時計って答えてくれたんですけれども、これはですね、終末時計というふうに言います。
この12時、真夜中の12時というのをですね、その地球滅亡の時というふうに位置づけて、そこまであと何分ということで、どれほど今この世界ですね、核に関連して危機的な状況にあるかというのを象徴的に表すと、そういったものです。でもうこれは古くはですね、これシカゴ大学 の、 もうそのアメリカの原爆開発計画、マンハッタン計画に関わった科学者の方々を含めて始まった、その世界に警鐘を鳴らすためのプロジェクトでありまして、まあ、の歴史が核を巡ってこう動く中でですね、時計の針は行ったり戻ったりということを繰り返してきまして、これまで歴史の中で一番終末滅亡にですね、その近づいたのが1953年の2分前ということになっています。その時アメリカが水爆の開発をするという状況にあったわけです。じゃあ今現在どういったところにあるかというと、一番下ですね、今年の1月に針が進んで初めて30秒刻みと、秒針ないんですけれども30秒刻みになりまして、2分半ですね。でこれは決してその単純にですね、この冷戦時代と比較してっていうことよりも、もう本当に象徴的な意味で世界に警鐘を鳴らしたいと、とにかく冷戦が終わった現在も決して過去をめぐって私たち安心できる状況にないんですよと、そういう意味での2分半ということなんですが、もちろん北朝鮮 の、 その核兵器の問題というのもその針が進んでいる理由の中には入っています。しかし先ほどの鈴木先生の話にも少しありましたけれども、そのすぐに使うということよりもその対立が厳しい中で偶発的なというかですね、そういった形での使用がされてしまうリスクも含めて極めて高いと、意図せずとしてもいつでもすぐに使える、もう本当に数分でですね、核兵器が発射できるような状況に核兵器を持っている国々があれば、ほんのちょっとした対立がその核での応酬にエスカレートしてしまうという、そういうリスクを抱えているわけです。で北朝鮮の問題だけではなくて、アメリカではトランプ政権が誕生したこともこの針が進んだ大きな理由にもなっています。でテロの危険性もありますね。テロリストが核兵器を入手するというだけではなくて、例えばサイバーテロのような形で核保有国に対する攻撃がなされるという、そういうリスクもあると。なので今の世界もですね、核兵器数だけで見るのではなくて、そして相対的ないろんなリスクも含めて、私たちはなぜかこの状況を変えなきゃいけないというふうに多くの核を持たない国々が決意をしたと、そういったその状況が背景にありました。で今ご覧いただいているこれも大きな問題です。近代化というふうに言います。少数精鋭ではないですけれども、数が減ったからじゃあいいだろうということではなくて、核兵器をこうどんどん、そういう意味ではですね、巨額の予算を使ってより性能のいいものにしていく、そういったことに今核兵器を持っている国、アメリカを筆頭にですね、ものすごい努力とお金が使われている、そういう状況にあります。で核兵器というのは、まず言ってみれば精密機械の塊という形で、一度作ったらそれをずっといずれいつか使うという時までこう取っておけるというと、そうではなくて老朽化していくんですね。そうするといろんな形でこう部品を変えたり新しいものにしていったりメンテナンスをしていくと、そういったことでお金がとてもかかるということになりますね。なので冷戦時代に、先ほどグラフで見ていただいたようにたくさん作った核兵器を、ちょうどこの2020年、30年、40年あたりに本当に今後どうしていくのかと。で、残念なことですけれども核兵器を持っている国の結論は、じゃあ近代化して新しいものに総特化していこうと。だから今被爆72年ですけれども、それこそ被爆80年、90年核兵器のある世界を続けていくための予算措置が取られてしまっていると、計画が着々と進んでいるという、そういう状況にあるわけです。でこうした動きをですね、じゃあどう止めようかというふうに核を持たない国々がこう知恵を絞って考えたときに、
一つ原点回帰ではないですけれども、もう一度その核兵器というものが人間に対して何をもたらすのか、人間だけではなくて人間社会全体ですね、また環境やそして地球に対して一体核兵器って何をもたらすのかというところをもう一回きちんと光を当てて見つめ直そうという、そういった動きが広がりました。これがその核兵器の人道アプローチというふうに呼ばれているものです。だいたい2010年あたりからこうした動きが、その核保有国じゃなくてごめんなさい、核を持たない国ですねの中から広がってきて、あのリーダー国としてはこの条約を作っていくプロセスでも大活躍をしていったオーストリアであったり、メキシコであったり、アイルランドであったりですね、ニュージーランド、それから最初の頃はスイスとかノルウェーとかそういった国々もループをしていきました。人道アプローチ、まとめるとですね、だんだんだいたいこんな形になるんですが、つまりこれまでその核問題を議論していく NPT 核不拡散条約の枠組みを中心に核兵器を議論していくと、どうしても大国中心なんですね、核兵器を持っている国が議論を引っ張っていく、そういった中心として議論がなされます。でもそれは決してその核兵器の人道性というところに光を当てるものではなくて、むしろ上の方なんですね、考え方は。核兵器というのは大国の証であって、核兵器が国の安全を守る、核兵器は役に立つ価値があるということを前提として、じゃあこれからお互いに核を持っている国が、持ち秩序にこうお互い持ち続けて、そして増やしていくと戦争になってしまう可能性があるので、そこのリスクは回避しつつ、しかし核兵器はやっぱり大事だよねっていうところで議論をすると、そういった形でずっと続いているんですね。なのでこの人道アプローチというのはそこから全くくるっと、よくパラダイムシフトという言い方がされますけれども、その核兵器に対する考え方、価値観を転換していこうという動きが続いたわけです。なので核兵器というのは大国の証どころか、持つことは恥であり、そして核兵器が国の安全を守るではなくて誰の安全も守ることはできないと。で、何発あれば持っている国同士が戦略的なバランスを取れるということではなくて、持っていたら使われるリスクはある、そしてたった一発でも使われたら取り返しのない結論になると、そういったことにこう力を注いで、みんなでこれを考えていこうというのがこの人道アプローチの流れとなりました。で、こうした考え方でですね、これまで核兵器禁止条約ができる以前の話になりますけれども、同じように非人道兵器と呼ばれているようないくつもの兵器がですね、禁止条約が作られ、そして廃絶に向けての努力に加速していくという形になるわけです。で、大事なことはその禁止条約を作ったら当然それがイコール廃絶ではないわけですよね。禁止条約ができたからといって世界からその兵器があっという間になくなるわけではありません。でも大事なことはその兵器に対して英語ではスティグマタイゼーションと言いますけれども、日本語でなかなかピシッとはまるこういい訳がないんですが、例えば汚名を着せるとかですね、悪の烙印を押すとか、つまりその兵器の存在そのものに対して全く価値はないんだと、害しかないんだということをきちんと人々が認識すると、でそれを土台として国の政策を作っていくような形に持っていくと。で、そうしたその規範を変えるということをですね、禁止条約ができる一つの大きな役割になっていくわけです。で、こうしたその規範を作っていくという流れの中で、一つの大きなステップとしてあったのが2010年の NPT 再検討会議ということですね。ここでは細かい話をするつもりはないんですけれども、しかし初めてここで核保有国も含めた合意文書として核兵器の非人道性ということが国際的な議論の表舞台に登場しました。ただその合意文書にその非人道性ということが盛り込まれたからといって、じゃあそこから禁止条約を作るという流れまでまだまだ大きなこう溝というかですね、
そこに橋を架けていかなきゃいけないという、そういうような状況であったわけです。で、そこで先ほど名前をいくつか言いましたけれども、オーストリアとかですね、メキシコとか、そういったそのリーダー国がどうにかして世界の核を持たない国々、それから核を持つ国も含めて世界の人々にこの非人道性というのを議論の中心に添えようと、そういったことを広めていこうということで、工夫をしていたのが、この核兵器の人道上の影響に関する会議というものです。2013年から14年にかけて3回、ノルウェー、それからメキシコ、オーストリアの3つの国で開かれました。で、ここでなされた試みは、つまり核兵器の非人道性というと、当然ながら一番最初に浮かんでくるのは被爆者の声ですよね。で、被爆証言以外に私もそれほどこうクリアにですね、非人道性というのを語る手段というのはないと思います。ただそれに加えて、これを補強する形で、そのいわゆる科学的客観的なデータを示していくと。なので、これら その会議においてはですね、世界各国 その専門家、例えば日本で言えば、あの長崎のですね、その日赤原爆病院の友永先生がここで、プレゼンテーションなさって、その医学面から核兵器の非人道性というのをつまびらかにしていくと、そういったことも含めてですね、専門家が各国の政府関係者の前でたくさん核兵器がいかに非人道的なものであるかというのを、いろんなアプローチで話をしていくという、そういった場が持たれました。で、例えば一つの例で言うとですね、核の飢餓という報告書があるんですけれども、これは昔その冷戦時代に核の冬という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。アメリカとソ連はですね、その大規模な核戦争を行うと、お互いの都市が破壊されますよね。そしてまあこう燃え上がった塵とか埃とか、いろんなものが大気中を覆って、その気流に乗って地球をぐるっとこう覆っていく形になります。すると太陽光線が遮断されて、地球の表面が冷温化していくと。で、食物が育たなくなって、まあ、冬がやってくるという、そういうシナリオですね。で、その後、まあ、だいぶ長い時が経って、もう大規模なそういった米ソとか米ロというような核戦争っていうのはちょっと想像できないんじゃないかということで、核の冬っていうのはもう時代遅れの話なんだというふうに多くの人がイメージをしていたんですけれども、この非人道性の議論の中で、いやいやそうではない、例えばインドとパキスタンとかですね、十分にあり得るその局地的な、そういったシナの核戦争の打ち合いのシナリオでも、十分にその地球的な、地球レベルでの気候変動を起こすということがあり得ると。そしてそれが起こった場合は、この研究成果では、もし100発ですね、50発50発、まあ、インドパキスタンを想定して、広島型の原爆程度の規模のですね、打ち合いをした場合に、結果その気候変動によって世界の20億人が飢餓で命の危険にさらされると、そういった結論が出ています。で、これ本当に一つの例ですけれども、こうしたそのいろんな客観的科学的なデータ、核兵器が使われたらどうなるというコンピューターシミュレーションとかですね、いろんなものがその過去の広島長崎というそのデータの蓄積と、また核実験が行われたさまざまな地域のそういったデータの蓄積と相まってですね、で、結論としては、核兵器を持っている限り必ず使われるリスクがある、そしてそのリスクというのは私たちが想像するよりももっともっと多くのいろんな影響を広範囲に、それから多様な形で長年にわたってもたらすものだということが分かってきたんですね。で、多くの核保有国、それから非核保有国にとって、やっぱり核兵器 その自分たちが影響を受けるというのは対岸の火事的なイメージがあるんですね。持ってる国は自分たちはもちろん痛くも痒くもないと、被害を受けるのは悪いことをしたやつらだろうと。で、核保有国ではない核を持たない国の多くも、いや広島長崎のことは分かってますけど、私たちは関係ないじゃないですかねっていうのも実際あるわけです。ところがこうしたその核兵器の被害というのが十分あり得る、しかもそれはグローバルだということになると、全くもって対
対岸の火事ではなくなるわけですね。まさに自分たちの目の前にある問題だと、自分たちが動かなければこれは単なる関連的なですね、その広島長崎は大変けしからんということだけではなくて、まさに差し迫った地球全体の危機として核問題が捉え直されたという、そういったことが大きな禁止条約につながっていく動機づけになっていったということがあります。でそれは同時にですね、その核を持たない国が自分たちの問題であり主役は自分たちだというふうに考えるようになったというのも大きな変化でありました。今皆さんにお見せしているのは、これは一つの新聞記事の中でですね、メキシコの大使の発言の引用なんですけれども、核軍縮の議論で民主化が進んでいるという言い方をしたんですね。つまりさっき申しましたように、核の問題というのはやっぱり持っている国が主導でずっと来たわけです。でこれは言ってみれば当たり前であって、持っている国が政策を変えるとか減らすとかっていうことにをしなければ、状況変わらないというのはその通りだけれども、じゃあ持たない国はそういったリスクを座して待つではないですけれども、受け身なのかといったらそれではダメだろうと、自分たちの主役として声を上げていかなきゃいけないし、新しい動きを作っていくことができるという、そういう強い確信がですね、この間の非人道性の流れの中で核を持たない国の中に膨れ上がってきたというかですね、積み重なってきたということが言えるんじゃないかなというふうに思います。でそれが昨年の、国連総会、秋10月ですね、国連総会の第一委員会という核問題も含めた安全保障や軍縮の問題を扱うところで、それには結実していきました。ここでその核兵器禁止条約の交渉会議を2017年に始めるという、そういった内容の決議がオーストリア、それからメキシコから出されて、世界の国々がよし、そうしようという形に意思表示をしていくという、そういう流れがあったわけです。これはその採択がですね、第一委員会で行われた翌日のですね、長崎新聞の一面になりますが、核禁条約交渉へという形になりますね。で投票結果でいうと、賛成が123カ国、そして反対が38カ国、棄権が16カ国ということで、これが繰り返し申しますけど、その条約交渉を始めようという中身ですね、条約交渉を始めようという中身で、で当然その賛成をしていた国々というのは、禁止条約交渉よしやろうということで声を上げたと。で反対する国、それから棄権の国、これらの国にどういった種類の国が入っているかというと、基本的には核を持っている国、そして核の傘の国ですね、また核保有国と非常に近しい関係にある国、そういった国々がこの反対、それから棄権ということになります。ただ唯一例外があってですね、この第一委員会では北朝鮮は賛成票を投じるという、そういった動きがありました。で日本はですね、ここで反対を、後で日本の話はもう一回触れたいと思いますけれども、反対を投票したために、後ろの、後ろのですね、この新聞に大きく見出しがあるように、決議採択、日本は反対という形になった。という言葉、今日学生さんたちがですね多いので、一応ちょっと説明ということで入れておりますけれども、自分としてはその国としては核兵器を持っていなくても、核を持っている国の核兵器に、そういう意味では守ってもらうという依存をするという、そういう政策を取っている国々がですね、世界にはこういった形で大体30カ国ぐらい存在します。で日本もそうですし、それから韓国もそういった形ですね、公式にアメリカの核の傘、拡大抑止といいますけど、それに守ってもらうという政策を取っていると。で NATO のですね、欧州を中心とした国々もその
アメリカやそれからイギリス、フランスといったその核を持つ国との同盟関係にあるわけなんですが、特にあの米印がしてある国ですね。これらの国には実際に核兵器が、アメリカの核兵器の配備を今でもされています。そういう意味では冷戦の本当にあのこう残滓が残っているものとしてですね、未だに撤去されていない形ですけれども、もし戦争状態になればそれらの国がま協力する形でその核兵器というものの使用に踏み切ると、そういった政策が今現在でも取られているんですね。これ禁止条約のあの後でお話しする中身と少し関連するので、この今の配備の点ちょっと頭に入れておいていただければというふうに思います。で、まあ、今の話をまとめると大体こんな感じですね。その核の核兵器を持つ国、それから核を持たない国との間で、まあ、綱引きというふうによく言われますけれども、単に持つ国持たない国という分け方というよりも、核兵器に価値を見出して、さっき言いましたよね、その禁止条約で変えようと、人道アプローチで変えようとしていたのは核に対するその価値観、最大のものはやっぱり価値観ですので、それを見出している国とそうでない国というところに線引きがあるわけです。そうすると単に持ってる持ってないというよりも、こちらその意義を価値を見出している国々は保有国、それからその依存国という形ですね。で、反対側には核兵器がむしろない方が自分たちの安全にとって利益なのでプラスなので、そういったことを主張する国々と、ここにクリアな、溝がですねあるというのが現状になっています。さて、2番目のところに入っていきたいというふうに思いますけれども、この禁止条約の話、すでにお話ししましたように、その2016年、昨年のですね国連総会での決議をもって圧倒的な多数派の国がよし、条約の交渉を始めようということで賛成をしましたので、今年の3月の終わりに第1会期、そして6月の半ばから7月7日、さっきあの条約の採択された最終日が7日だというふうに言いましたけれども、そこまでが第2会期という形で交渉会議が開かれました。場所はニューヨークの国連本部ですね。で、ここにありますように、130を超える国がですね、参加をしまして、ただ核兵器を持っている国、それから核の傘の下の国はほとんど全てがボイコット、参加しないという、そういったことを、態度を取りました。で、ただ一つ、さっきの NATO という形でですね、ずらずらって名前があったと思いますけれども、その中で参加をした国がオランダですね。で、最終的にはオランダはその禁止条約を採択する、その一番冒頭ご紹介しました、あの投票で反対をただ一つ投票するわけですけれども、条約交渉にはただ一つその核に依存する国の中で参加をしたということは頭に入れておいていただいていいかなというふうに思います。で、オランダ実はですね、どうしてじゃあその参加をしたのかということがいろいろ議論されてきたわけなんですけれども、一つは明らかによく言われているのは市民社会から その突き上げですね。先ほどの投票の直前にオランダではその国会で、議会でですね、そのオランダ政府に対して、禁止条約交渉に参加をして、そしてさらに条約に賛成するようにという形で、そういった決議が挙げられて、通っています。またその NGO を含めですね、国内の市民社会が非常に強いその政府に対する圧力があったと。で、オランダの政権としてはサンドイッチになるわけです。つまりアメリカからは同盟国としてその条約交渉なんか行くなと、賛成なんてとんでもないということで、ものすごい圧力がですね、文書の形でもあり、もちろん非公式な形でもあり、もうそれこそ水面下も水面下でないところも含めてたくさんある中で、選択としては条約交渉に参加をするという形になったということを覚えていただければなというふうに思います。で、議長がですね、さっきご紹介したホワイト大使、コスタリカの大使ですね。
で、引き続きその非人道性の議論を引っ張ってきたオーストリア、メキシコをはじめ南アフリカ、アイルランド、ブラジルといったこれらの国がリーダーシップを取って、会議が行われました。で、この上の方にですね、その私たちは条約交渉会議というふうにこうさらっと言うんですけれども、正式名称で言うと2番目に書いてある通りです。核兵器の完全廃棄につながるような核兵器を禁止する法的拘束力のある条約を交渉するための国連の会議、ちょっと長い名前ですよね。レグナもよく名前長くて覚えられないと言われるんですけれども、これも正式名称非常に長くて、ただこの正式名称の中にこの会議の目的がはっきり書かれているのがお分かりになると思います。つまり法的拘束力のある条約を交渉するための会議ではあるんですが、その前にあるように、なぜその条約を作るかというと、核兵器の完全廃棄につながるようなんですね。なのでこの題名からも分かるように、禁止条約を作る目的というのはその先にある核兵器のない世界を実現するためのものなんだというのが、ここからもお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。さて、いくつかリーダー国の名前も挙げましたが、当然その政府だけがですね、会議における主役ではないわけです。で、この写真でお見せしているのは、さっき少しご紹介もしましたけど、日本被団協のですね、藤森俊樹さん、会議の後半部分にご参加になって、いくつか非常に重要なそのステートメント、3月にですね、行われていまして、で、3月のその初日、交渉会議が始まる初日にですね、このような形で、非常に感動的なステートメントをお読みになりました。で、ここを少し書いてあることを一部だけの抜粋になるんですけれども、もちろんそのご本人の被爆体験も含めて、その被爆者としての核の悲惨さということもお話になります。でも同時にその藤森さんの口から強くですね、そういう意味では非常に苦しい胸の内というかですね、思いを話されたのは、やはりその日本政府も含めてですね、その姿勢に対するものでした。なんかの方に書いてありますけれども、世界で唯一の戦争被爆国でありながら、日本政府は交渉会議の開催を求める国連総会決議に反対しました。さっき言いましたね。で、一人の被爆者として、そして一人の日本人として、私は今日心が張り裂ける思いでここにいます。で、実はですね、このスピーチのすぐ何人か後に、実は日本政府の、後で写真を少しお見せしますが、日本政府の代表がですね、高見沢さんという大使の方が、軍縮大使の方が、実はスピーチの順番を待たれていたんです。さっき日本政府は会議交渉に参加しなかったというふうに申しましたけれども、実は初日だけ、この3月27日という、第一セッションの初日だけ日本政府は大使が出てですね、そしてこの交渉会議に参加することはできない、建設的な議論に参加することはできないということを宣言して、そして帰ると、退出するという、そういうことを実は日本政府はしたということなんですね。なので、この藤森さんの話をした時に、皆が日本政府のことを考えましたし、また日本政府の話をしたときに、みんなその前に話した藤森さんのこと、会場にいる誰もは考えたんです。今藤森さんはこの日本政府のこの会議に参加できないというそのステートメントを聞いて、どんな思いでいるだろうということを、会場にいたみんながですね、本当に胸の苦しくなるような思いで、その瞬間をその場にいたということを、ちょっと皆さんに共有したいというふうに思います。そうしたそのまさに核を持たない国と、そしてそれを支えてきた市民社会ですね、そうした形で作ったこの条約がどのような中身のものかということをお話をしたいと思います。で、会議、この交渉会議ですね、そういった意味ではすごくこう急ピッチで
進んだと思います。実際のその第一セッション、それから第二セッション、第一会議、第二会議というのですね、合計すると4週間ぐらいしかこう議論の時間はないんですね。もちろんその全体にたくさんいろんなこう議論がなされているとはいえ、そういう意味では非常にこう急ピッチで、しかし参加をしている国々の思いとしてはですね、なんとかできるだけ強い意味のある条約をその最終日7月7日まで作ると、何までに作るということを、まあ、言ってみれば至上命題としたという動きがあります。で、第一会期の、まあ、そういう意味では第一会期というのは、まあ、問題の洗い出しみたいなものですね。その全体の構成、この条約にはどんな内容が入るんだろうという、そういったいろいろな内容がこう各国からここが大事だ、こういったことを入れたいというようなことが、まあ、こう何ですかね、こう出されていって、それを踏まえて第一会期と第二会期の間、5月の半ば過ぎになりますけれども、議長が草案を、叩き台となる草案を出しました。で、第二会期では本当に細かいことも含めてその条約案をですね、何回もこう見直しをしながら、一つ一つの部分についてもっといいものにするにはどうしたらいいかというのをみんなで叩いていく、そういった形で条約交渉というのが行われていったわけです。で、結論から言うと全体を通してですね、まあ、今これが全文というところをあのスライドをお見せしていますけれども、条約は全体としてその急ピッチでいろんな形で、まあ、作ったことはありますし、パーフェクトではない、まあ、いろんな形で議論が不十分なところもありますし、もっとこう詰める必要があったんじゃないかというふうに言われているところもありますが、ただ核兵器をきちんと全面的に否定をしている強い条約であるということでは十分評価されるべきものであるというふうに思います。で、さっき言いましたけれども、その7月7日を超えてもし条約ができないとなるとですね、いろんな形でその機運も下がってしまうし、また同じような会議を開くというととても大変なことになるし、またさっきも言いましたように核を持っている国からの圧力というのがやっぱりものすごくあるわけですね。なので半分その NGO 関係者の中で冗談でですね、7月7日にとにかく条約を作ろう、トランプ大統領が気づく前にとかですね、そういったことを言っていたわけなんですが、もう至上命題としてとにかく条約を作るということが、まあ、暗黙のではないですけれども公言された了解として各国の中にありました。したがって、その私もその交渉のプロセスを見ている中で、やっぱり他のこれまで参加しているいろんな会議ですね、 NPT も含めて、あるいは国連総会も含めて、その会議の雰囲気を比較するわけですけれども、全然違うんですね。で、当然その NPT やあるいは国連、総会の第一委員会だったりすると核保有国も入りますし、あとその毎年何て言うんですかね、ルーティーンというか、同じようなことをこの国はもう決まりきった、これを言います、この国はこう言います、対立はここにあります、水はこうですという、まあ、もちろん前進がそれでないわけではないですけれども、そうしたそのある種のマンネリがある。でもこの禁止条約はやはりそのさっき言ったような時間的制限の中、とにかくいいもの、できるだけいいものを作りたいっていうその強い思いを持っている国がほぼ参加している国の全てになりますので、そうしたそのお互いのですね、一つの個々の国の利益というよりも建設的にしっかり議論をして良いものを作っていこうという、そういったことがあの姿勢に表れていたというふうに思います。で、実はあの3月の会議はですね、ここに今日来ているあの学生も含めて、うちの学生も何人かあの参加をしてたんですけれども、あの結構議論が楽しそう、会議って楽しそうですねみたいな感想を述べていました。やっぱりこう元気がいいんですね、いろんな国が作っていこう、やっていこう、頑張ろうというか、そういったその雰囲気というのは現れていたというふうに思います。さて、そういったことを踏まえてですね、この全文に何が書かれているかというと、条約自体あの全文あのいろんな形でご覧になった方も多いと思いますが、大体10ページぐらいある、あの割とコンパクトなあの条約かなというふうに思いますが、全文はかなりしっかり長く書き込まれていろんなことが書いてあるんですね。で、そこで、一
番強く前提として書かれているのは、その核兵器がもたらす非人道的な影響ですね、これに対する認識、これがこの条約のベースにある。全文というのはそういう意味ではこの条約の何というか精神、その考え方、なぜこの条約をどういう思いで作ったのかというのがこの全文から読み取れるわけですけれども、そこで強調されているのがこの核兵器の非人道性であるんですね。でそこでは被爆者という言葉が2回違う使われ方で登場しています。でそれはもちろん広島長崎の被爆者も含めてですが、世界の核実験ですね、影響を受けた、その被害を受けた人々も含めた被爆者ということですけれども、その被爆者のまず被害を受けたその苦しみですね、それに言及をしています。でもそれだけではなくて、一番最後のところですけれども、被爆者を含めた世界の人々がこれまで核兵器廃絶に向けて努力をしてきた、その主体的なアクションを起こす側だったという、その努力を称賛しているというのも被爆者の言葉の文脈で入っていますね。なのでそのもちろん被害ということに対する認識が大きい、被爆者がとてつもない苦しみを受けてきたということを世界の私たちは分かっている、認識している、そこがこの条約の土台だということは当然なんですけれども、でも被爆者の方々というのは受け身のその苦しみに耐えてきた存在だけではなくて、私たちはむしろ導いてこう前に進む力になってきたんだということがこの条約で認識されているというふうに言っていいと思います。で、他にも全文にはですね、いろいろ書いてあるように、まあ、今その核兵器に依存した政策をとっている、こうしたものに対する強い懸念であるとか、まあ、核兵器が存在する、それは必ず使われる、そういったリスクに直結するといった認識であるんですね。そういったことがしっかりと書き込まれている全文となっています。で次本文です。もちろん禁止条約ですので、当然ながらその何を禁止するかということが重要になってくるわけなんですけれども、そこではその保有からですね、開発、実験、製造、そして使用の威嚇という形で禁止が起こるんですね。でもちろんその何を禁止していくのかということで、各国の中ではもっともっとたくさん入れ込んでですね、その禁止項目を増やしていこうということも意見もありましたし、また一方ではそれよりももう少しシンプルな条約の方がいいんじゃないかという、まあ、様々な意見はあったんですけれども、最終的には核兵器に関するあらゆる、ほぼあらゆるですね、いろんな活動がこう全面的に禁止されるというものになっていると思います。でとりわけこれは最後まで議論があったところですけど、使用だけでなく使用の威嚇もですね、禁止をされるということで、やはりこの核兵器の使用を前提とする、そしてその使用を前提として威嚇をするというのは、今世界がこう核抑止依存、その核の抑止をですね、するという前提なわけですよね。なのでこの使用の威嚇もしないということも含めて、はっきりとその核抑止という政策を否定する、そういった条約になっているということが言えると思います。でそれは核兵器を持っている国だけではなくて、当然さっき名前がたくさん出てきたような核の傘の元の国にも関連することでありまして、例えばそうしたその違反行為をですね、他の国が、核を持っている国がすることに対して援助や奨励、勧誘することもためである。でまた核兵器を配備すること、これさっきの NATO の話を皆さん覚えていらっしゃると思いますけれども、自分たちの国が核保有国でなくても、核保有国のそうした政策を奨励したり、また配備することによって協力するといった、そういったことも含めてですね、この禁止条約はダメだということにしています。でもう一つの特徴としては、その核兵器の被害者に対する支援の必要性というものがしっかり書き込まれているということがありますね。後半の部分ですけれども、この条約の締約国の中でもしその使用による被害、あるいは実験による被害を受けている人々がいれば、その条約に入った国はですね、そこにきちんと援助をしなければいけない、また環境が汚染されていたらそれを回復する義務を持っているんだということが書かれています。
でそれだけではなくて、同じようにもしこの条約に入った国が核兵器を使用あるいは実験をしていたら、それに対して援助をする責任があるんだということが書かれています。で、どのような条約ができたのかという説明の続きになりますけれども、先ほども申しましたように、この禁止条約というのは決してそれ自体がゴールでなくて、どうその先核兵器のない世界につなげていくのかと、核兵器の廃絶につなげていくのかが問題になるわけですけれども、そうするとそのじゃあ核兵器を持っている国をですね、どう巻き込んでいくのか、まあ、言ってみれば道筋をつけるといったことが条約の中で書き込まれているわけです。で、大きく言うとですね、そのアプローチとしては2つあります。で、1つはその核兵器を持っている国がこの条約に入る前に廃棄をして、それから条約に参加するという形ですね。で、その場合はこの1のところにありますけれども、まずそういったことを自分たちは廃棄をしましたよということを申告するところからスタートするわけなんですが、単にその廃棄しましたよもうありませんよというふうに口で言うだけではなくて、きちんとそれを国際的に廃棄済みでもう全てこっそり持ってるなんていうことないんだよということが証明されていくという、そういうプロセスに入っていくという形になります。で、次もう一つのアプローチとしては、条約に入ってから廃棄、さっきの1番の方は廃棄してから条約に入るんですね。で、もう一つは条約に入ってから廃棄をするという形になります。で、その2番の場合も同じように、まずその自分たちは核兵器持ってますよというところの申告から始まるわけなんですけれども、次にしなければいけないのは、まずその核兵器をすぐにでも使える状態から外すと、実戦配備から外すというところになります。で、その後にじゃあなくしますよ、ちゃんとゼロにしますよということを約束していくわけですけれども、これも単に口約束だけではいけないと、そうではなくてちゃんとこう、なんていうか、期限を決めて、これが、ね、NPT とかとの大きな違いになりますね。 NPT の中では核保有国はそういった意味では核軍縮をちゃんとやる、そのために話し合うよということを約束していますけど、期限はありません、ありませんけど条約の中には書かれていません。なのでずっとやってますやってますやってます詐欺ではないですけど、やってますやってますって言って進んでないだろうという話になるんですが、この2番 の、 その今保有してますよという国々は、その期限を含めきちんと国際的に検証できる形で核兵器をなくすプランを提出すると。で、それをこの他の国々ですね、条約に参加している国々も含めた締約国会議というところで承認されて合意されて、じゃあちゃんとやっていきましょうと。で、そのプロセスもしっかり今見張られるという形になっていきます。で、3番目にここ書いているのはですね、その核兵器を持っている国ではなくて配備をしている国、その NATO の国々の話を念頭に置きますが、これらの国も同じようにまず申告をして、私たちのところには配備されてますよという申告をします。で、その後同じようにその他の国も含めてですね、締約国会議で合意された期限までにその配備状態をやめると、核兵器をちゃんと動かすんだよっていうことを約束して、そして実行すると。で、もちろん皆さん考えられると思うのは、いや、そういう道筋を作ってもそれをじゃやるということ別でしょう。でもそれは本当にその通りだと思います。その意味ではこの禁止条約の中に何か新しい、じゃあこれをやれば必ず核保有国が入るよなんていう、そういう魔法の内容があるかというと、それはないんですね。ただきちんとそのゼロにしていくための道筋を描いていくと、扉を開くということを条約の中に盛り込んでいるという意味でここが書かれているということです。なのでプッシュしていく、やちゃんとその守らせていくというのは、またそれはそれでちょっと別な話になっていくというですね、とにかく扉は開かれているよという形を明確に条約が持ってますよということが大事だということです。で、事務的な話がいろいろあります。まず皆さんもニュースでご覧になったかと思いますけれども、近々ですね、今月の20日に条約がニューヨークの国連で
署名開放されます。つまり各国が 今のところその条約ができたという条約が合意されできましたよというところなので、ここから世界の国々に、はい、署名してください、そして批准をしていってください、そういうプロセスが始まるんですね。で、署名というのは基本的に国のそのトップの考えで、はい、署名しますよという形に進んでいくんですけれども、批准というのは議会の承認を得るプロセスになりますね。なのでその署名をし、そして批准をしという形で国として正式にこの条約に入っていくという形に一般的にはなるんですけれども、20日に長崎からは、田上市長も含めですね、この署名式に、あと友永先生、その被爆者でもあり、この会議のプロセスにも参加をされ、友永先生も含め参加をされます。で、ちょっとどうしてそのですね、この9月20日の署名式というものに出ることが重要かということで、一つだけちょっと脇道にそれちゃうんですけれども、この日って実は国連総会のハイレベル会議というかですね、つまり核保有国のトップも含めて、それからおそらく安倍首相も行かれるんじゃないかと思いますけれども、各国のトップがその国連総会そのものに参加するためにこのニューヨークに集まるんですね。なのであえてこの日になっているんですが、つまり今日もメディア関係の方も来られているので、ぜひ強調したいんですけれど、その同じ国連のまさにその建物の中で、一方では禁止条約の署名式という形になっている。これだけだったら大きなニュースにならないかもしれません。というのは地味ですよね。で、通常署名式っていうのは、まあ、国の政府が行うものなので、国連関係者と、まあ、国という形なんですが、市民社会の代表も、まあ、今回その長崎から行かれることも含めて、このプロセスに関わってきた市民社会の列席も可能になっています。私のところにも先着50名様どうぞというふうに書いてあったメールが来たんですけど、お金ないで行きませんという感じなんですが、まあ、いずれにしてもですね、そういう意味ではまさに市民と作ってきた条約なのでという、ちょっと例外的なそういう署名式になっているというふうに思います。で、話を戻してますと、そこにその同じそのニューヨークの国連の中に、この条約に参加をする気はないよと言っている核保有国や日本も含めてですね、その政府の首脳も来ていると、そこのコントラストをぜひですね、この9月20日というのは注目していただきたいし、それをこう大きく世界に、今こういう状況が世界にあるんですよという象徴的な形の日になるんじゃないかなというふうに思います。で、そこで、署名がなされ、そこから批准というプロセスになってですね、で50カ国が批准を済ませると、その後90日で発行するということなので、もしスムースにいけばですね、この禁止条約に賛成をしたその120ぐらいの国が比較的速やかにその署名批准というプロセスを進むのであれば、まあ、来年の春ぐらいにはその条約が発効する効力を持つという形になっていくことも十分可能ではないかなというふうに思います。で、この条約はその条約の中身をきちんと守らせる、あるいはもっといいものにしていくために何ができるのかという形で、その先ほど来名前が出ています締約国会議というのが開かれます。条約が発効してから1年以内に国連事務総長が招集して会議が開かれると。で、その後2年おきなんですが、実はこの会議にはその条約に入っている国、正式にその加入をした署名批准をした国だけではなくて、国連加盟国すべてに招待が来ます。なので、ここ割と私赤字にしましたけど大事だというふうに思っていてですね、つまり禁止条約というのはもちろん入らなければ法的には縛られません。でもこの条約に関して、例えばその被害者の支援の問題であったら、日本政府はものすごい日本政府の日本はですね、ものすごいいろんな蓄積もありますし、そういった意味ではこの条約をよりいろんな形で良いもの、実際に実行していく上で、いろんな協力がその条約に入らずともできるということも言えると思います。もちろん
骨太の私たち、まあ、市民社会からのですね主張としてもう速やかに署名しろ批准しろということはもちろんですけれども、加えてその条約に入る前の段階でもですね、日本政府いろんな形でこの条約と協力をしていくことはできる。また検証のシステム等もですね、これからもっともっといろんな形で改良研究していかなきゃいけない中身になっています。そうしたことも日本政府実は協力できることがたくさんあるということもちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。でこの脱退の条件というところなんですが、これは本当にあの条約の交渉会議の最後の最後、最終日、ここが実はまとまらなくって、もう条約できないんじゃないかっていうことが一瞬危ぶまれるぐらいですね、あの議論になったところです。で最終的にはここに書いてあるように、その条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の思考の利益を危うくしてと認める場合、その国が通告してから12ヶ月後で、まあ、脱退が認められるということになってはいます。でもですね、これ多くの国がこんな脱退のものを入れてしまったら、そもそも条約はこの世界にも全文でもしっかり書いてあります。この世界ではとにかく核兵器廃絶が全ての国にとっての一番の利益であるということが書いてあるんですね。なのでそれを超えるようなその自国の思考の利益を危うくする場合なんていうことを認めてしまったら、内容として矛盾をしてしまうと。核兵器がないという、核兵器を持たないという、使わないというその状況がその国にとって、そして世界の全ての国にとって利益なんだという考え方と、これ矛盾するということで議論になったんですが、しかし最後ですね、あのもうこう賛成する国、このままでいいじゃないかという国、それともこれはけしからんと言っている国と、本当にあの両者半々ぐらいで拮抗してしまいまして、最終的に、まあ、議長の判断でこれでいきましょうという形になりました。なので少しですね、その条約全体の一体性というところでは、ここにこうクエスチョンマークがですねちょっとついたままである。これ NPT と全く同じ文言でもありますので、ちょっと細かい話ですけれども、そういった一つのエピソードもありました。さて今お話ししたことで、ほとんどはそのこういうあの状況を皆さんに禁止力についてお知らせをできたかなというふうに思うんですけれども、まずその少しまとめますと、その条約を作るプロセスにおいて、ある種の主役の交代があったという話をしたと思います。持たない国がですね、その強い危機意識から自分たちが主導して民主化という表現がされていましたけれども、変えていかなければいけないというところから始まった。で市民社会がそれにものすごい大きな貢献をした。それはまさにあの感性と理性の両方というふうに言っていいと思うんですね。つまり被爆者の訴えを含め、この思いの部分で世界を動かしたという話と同時に、 NGO はその知恵もたくさん出してですね、どうすればもっと良い条約になるか、この問題を乗り越えるためにはどういう提案があるかというのを、その NGO、 それから多くのシンクタンク、それからアカデミアとですね、そういったところで知恵を出し合ったというところがありました。でその結果、この条約というのは非人道性という認識を根幹にですね、それを根っこに据えた、とてもそういう意味では強い核兵器を否定する、そして世界に新しい常識を作るですね、そういったその条約になったということが言えると思います。でその役割というのは繰り返しになりますけど、道は作っています。核兵器廃絶、その核保有国を巻き込む道はきちんと盛り込まれてはいるけれども、しかしむしろその一朝一夕にですね、その核保有国が入ってこない状況では、もちろんそこになかなか進んでいかないというのを、みんなその条約を作ってきた人々も分かっています。ただ悪の烙印というふうにここに書いたように、その核兵器に対する価値観をこの条約があることによって大きく変えていく、世界の常識を変えるとさっき言いましたけれども、そうした形で今の軍縮のプロセスを前に一歩でも進めていこうという、そういった役割になるということですね。なのでそういう意味では、その速攻薬というよりも、まあ、じわじわと効いてくる、
漢方薬的役割ですかね。でも同時にそれは根本的に核兵器に対する考え方を変える、そういうドラスティックな面もあるわけです。で、核兵器に依存する国々にとってはますます居心地の悪い世界になってくる。それはいかに市民社会も含めてこれを使っていくかということの一点にかかってくるわけですけれども、持つ国、それから核の傘の国が今後自分たちは条約に入っていないからといって、じゃあ核兵器に依存を強化していこうとするとですね、それに対する反論をより強くしていくことができるんです。で、条約に入らなければ当然法的な義務がないというのはもちろんその通りですけれども、よく引き合いに出されるのは、例えばアメリカが対人禁止地雷、対人地雷のその禁止条約にですね、条約に正式に入っていなくても、しかし一方で、地雷の生産というのを一定ストップさせているという、そういう状況もあります。なので大事なことはこの条約をどうその世論形成のですね道具にしていくのかというところに尽きるのではないかなというふうに思います。で、その世論形成のところでいうと、ちょっとここは皆様そろそろ疲れてきたと思うので、ちょっとこんなものをお見せしますよ程度の話ではあるんですけれども、最後少しまとめの部分に入る前にですね、つい先日ですね、ある核問題の関連 の、 そのジャーナルを読んでいたら、ちょっとしたコラムに禁止条約のこのニュースがですね、やっぱりアメリカ の、 その新聞の中で本当にちょっとしか取り上げ、ほぼほぼ取り上げられてないような現状、これはアメリカ市民が知るべきことをまず知らないことが問題だというようなことが書かれて、いました。で、政府関係者も含めてですね、その有力紙、いわゆるエリート層が読む有力紙としてワシントンポストというそういう新聞があるんですけれども、そこには本当に紙面ではですね、数行ちっちゃなベタ打ちの記事があって、その下にあるのが洗剤かなんかの宣伝の方がよっぽど大きいっていう、ね、そういったことがあったわけなんですけれども、今ネット社会なので、ネット上でもですね、こうした形で記事がある程度出てはおります。で、アメリカの有力紙の一つとして、そのニューヨークタイムズ、これもそんなに記事としては長くはありません。で、赤字は私が打ち込んだ、日本語なんですけれども、その7月7日にですね、どういうことをじゃあニューヨークタイムズが打っていたかというと、禁止、核兵器禁止条約作られたと、大変なのはこれからだというふうにここに書かれているところです。で、記事の内容も本当に事実をシンプルに書いただけで、ただ両論兵器といいましょうか、その NGO の人、それから、政府と両方ですね、その反対する側の政府の人たちの声、そして NGO の声と、両方こう引用はされているんですけれども、ちょっと見ていただきたいのは写真なんですね。この写真何だかお分かりになりますか。これミサイル発射実験を見ているキム・ジョンウンさんということで、つまり全体のトーンとしてこれを読む人はですね、大変なのはこれからだの方にやっぱりこう意識がいくわけですね。ある種のやっぱりメディアというのは、この写真とか印象も全体も含めてこう読む人たち、これを読む人たちもそれこそ何十万人何百万人の世界になりますので、これすごくこの禁止条約の意義という中身に、これがいかに自分たちの国、両人みんなアメリカの方ではないですけど、核保有国にとってどういう意味があるかというところに頭がいくよりは、いや、こんな大変な問題、北朝鮮問題どうするんだよっていうところに、意識がいくんじゃないかなというふうに思いました。で、ウォール・ストリート・ジャーナルはですね、これは一方で非常に興味深い写真を載せていて、ウォール・ストリート・ジャーナル、皆さんご存知のように経済誌ですけれども、発行部数は確か全米1位なんですね。そして、過去にはそのキッシンジャーとかシュルツとかペリーとかですね、その核兵器のない世界を目指してという、そういった論説を載せて、世界に大きな影響を与えたということもあります。で、ウォール・ストリート・ジャーナルでもこれまた短い記事で、ただ両論兵器ですけれども、もう本当にドライにですね、核保有国は、このサブの見出しの方にあるように、核保有国は、
特に参加しなかったし、アメリカとイギリスとフランスはですね、署名も批准もしない、条約には決して入らないと言ったということが大きく取り上げられています。で、実はこの A、B、仏の発言というのは、その7日の条約採択直後にですね、これらの国共同声明を出していまして、その中ではっきりとですね、その、まあ、条約に参加しないということを言っていますし、またその国際的な安全保障環境、全くこの条約は理解していないと。で、国際的な安全保障環境の現実というのは核抑止を必要としているんだと。で、ここにこういう書き方がしてあったんですね。東アジアもそれから欧州も核抑止で平和が保たれてきたっていうふうにそこに言ってるんですね。つまりアメリカの平和を保っているっていう書き方ではなくて、東アジア、欧州ですよ。つまり核、あの、いわゆる核の傘が平和を守ってきたじゃないかということをしっかりとこの条約に入らない理由に掲げてたということを、ちょっと皆さん頭に置いていただきたいというふうに思います。ただ写真がですね、そのトーンと少し違和感があって、ガッツポーズをしているあのホワイト大使とですね、その後ろで少し同じ白い服を着て座っている女性の方、分かりますか、これ中満泉さんです。今の国連事務次長であり、軍縮問題の上級代表でいらっしゃる中満さんですが、小さくちょっと控えめなガッツポーズをしているのもこの写真でわかるんじゃないかなと思います。さあ、ちょっと時間も少ないので見ていきたいと思います。ガーディアンというのはですね、イギリスの新聞で、比較的リベラルで知られているところではあると思うんですけれども、なんでガーディアンをお見せした一つの理由は、核保有国だからといってメディアの投与は一律であるということではないんですよということではあるんですが、ここでは禁止条約が採択されたというところと、サブの見出しにあるようにですね、122カ国で支持者は核兵器のない世界の一方である歓迎と。で、かなり長くですね、その NGO 側の人たちのコメントというのを引用しているということも特徴でした。で、こちらのロシアです。ロシアの国営メディアでですね、通信社ですけど、イタルタスというところが出しているのは、これもちょっと露骨ですね。アメリカと、イギリス、フランス、核兵器禁止条約署名しないのも見出しになっておりまして、そして、全くやらないと、署名せずもやないっていうことを、書いている、非常に短いシンプルな記事では、ありました。ただちょっとその写真の話で言うとですね、これご覧ちょっと見にくいかもしれませんが、これ政府代表の方が座るそのテーブルの上を写真上から撮っている形になるんですね。でもここはに写っているものはですね、誰のペンと手帳なのか分かりませんけれども、そこに置いてあるニュースレターと、それからちっちゃいパンフレットは、実はこれ NGO が発行しているものでありまして、でその赤いパンフレットにはですね、実は人道性あるいは人間性のために賛成投票をしようというふうに書いてあるんですね。なのでちょっとこのタイトルの見出しと、このメッセージ、写真から見るメッセージがちょっとだいぶ違うなというところはちょっと面白いと思ったんですが、記事の内容としてはもう完全に核保有国、側の、ロシアとしてはこのアメリカ、フランス、イギリスが何て言ったかっていうのを伝えたいという感じでした。同じがロシアのスプートニクというところも、こちらも政府系のメディアがあるというふうに言われていますが、ここはですね、記事の内容としては同じ写真が使ってありますけれども、いろんな形で両論兵器ではあるんですね。ただここでなぜこれを私は皆さんに紹介したいと思ったかというと、実はいろんな国がこの条約の交渉会議に出なかったっていうことがすごく細かく書かれてるんですね。この国も出てませんよ、この辺も出てません。ただそこで日本も名指しで書かれていました。その書き方が、アメリカのその原爆の攻撃を2度も受けた日本も条約交渉に参加をしていなかったっていうふうに書かれてるんですね。で、やっぱりこういったことが、もちろんこのスプートニクだけではない、いろんな形で使われていると思うんですけれども、その被爆国日本がどういう姿勢でこれに臨んでいるのかっていうことが注目される、そういった要素の一つであるという証明にはなるんじゃないかなというふうに思います。
さて、時間がないので、ちょっと本当に最後はもうすでに話をしてしまっていることだけですので、細かい話はしませんけれども、日本政府がですね、この禁止条約の交渉会議初日しか来なかったと。そして来たけれども、条約交渉には参加できない、建設的、政治的に参加することが困難ということを話だけして、引き上げたという、こういう現実があったというお話をしました。で、この間ですね、日本が、これは2頭を追うのは1頭を得ずということで、Google で見るとこういう絵が出てくるんですけれども、やはり被爆国であるという形、その対面と言ってもいいと思うんですが、それとその核同盟国という、この両者の中でですね、そういう意味で日本はこれまで長年揺れ動いて、時にはこちらを強く出し、時にはこちらを強く出しなんですが、あからさまに禁止条約のことに関してはですね、その条約交渉会議を行うという決議に反対をしたことから始まって、強く、被爆国としての対面というところを、手に金繰り捨てているというふうに私は考えています。で、こういった姿勢に対してですね、強く反発している国も世界の中にはたくさんあって、例えば南アフリカは交渉会議の最後の場面でですね、こんなことを言いました。この禁止条約に反対をする国があれば、その国は広島長崎の被爆者の頬をはたくことに等しいと。日本という名指しはしませんでしたけど、被爆国も含めて頬をはたいているという、そういう認識をですね、その非常に強くですね、おっしゃってたその南アフリカの大使の言葉はですね、私の心にも多くの人の心にも突き刺さったというふうに思います。ただ政府だけがじゃあ問題かというとそうではなくて、やはり世論がですね揺れているというのも大きな問題でありまして、これはその昨年の日本が禁止条約の交渉会議に反対をしたですね、そういったものに対して、世論調査が行われた共同のものですけれども、支持する、つまり日本政府が、条約交渉に反対するのはしょうがないよねと思う人、それからいやいやそれはけしからんだろうというふうに思う人と、半々ぐらいであるという、こういう状況はおそらく今もむしろ北朝鮮の問題がこう大きくクローズアップされてですね、報道が増えるにつれ、増えてくるのかなというふうに、増えてくるというのはその日本のこの今のやり方も致し方ないという、そういった形に増えてくるのかなというふうに思います。で、そうした中、日本政府もこう条約自体に署名批准しないという姿勢を当面はということで示してはいますけれども、どういう理由を述べているかということがやはり大事ですね。で、いろんな形でこの条約良くないんだと言ってることをまとめると、大体こんな感じの論点になってくるわけですけれども、今あるものを阻害をしている、つまり NPT でしっかりやっているところを禁止条約があるとそれダメにしちゃうじゃないという点、それから人道の問題はもちろんまた勝ってますよと、でも現実、安全保障の現実こんなに問題あるじゃないかというところ、それから核保有国が参加しないのがもう効果ないじゃないか、で最後北朝鮮の問題結局関係ないじゃないか、根底にあるのは同じような話ですね。やはり核兵器というものは自分たちの国にとって安全を守るものであって、そこから一歩出るということはできませんということですね。なので禁止条約の話というのは、この禁止条約にもちろん参加するしないという話ではあるわけですけれども、でも同時に私たち、この日本の私たちに今ほどですね、この核で安全を守るというものが本当にどういう意味を持つのかということを考えさせる、そういう時はないんじゃないかなというふうに思います。で、冒頭にですね、その鈴木先生からお話があったと思いますけれども、この北朝鮮の核問題をじゃあ今のような形で核兵器を背景にしたその圧力でですね、押している今の現状で解決に向かっているかといったら、本当に状況は悪くなっている一方であると。で、そうした中、じゃあ禁止条約というものはどう役に立つのかとすると、もちろん禁止条約そのものが急に核兵器、北朝鮮の核問題の解決に即効薬のように動くとは思いません。しかし北朝鮮の核問題が長年解決でき
ていない、そのもっと深い根本的な理由を考えると、やはりそこには核を持つ国と持たない国の不平等性の問題があり、また核による脅しで物事を解決しようというその姿勢があり、いろんなものがそのあぶり出された上に今があるというふうに思うんですね。そうしたその根本的なその核兵器をめぐる問題を考えていく上で、禁止条約ができること、そして世界の国々が禁止条約に向けて動くことというのは、まあ、追い風としてこの北朝鮮の問題解決していくことにつながるのではないかなというふうに考えています。で、まあ、それに何かプラスになるかどうか分かりませんし、今後の課題というのは非常に大きいわけですけれども、例えば河野外務大臣もですね、夏に8月3日にこのような形で、まあ、就任比較的直後ですけれども、発言をしていて、ちょっとまあ面白いなと思ったのはですね、赤字の部分でしょうか、核兵器に関して、まあ、そうした兵器が使われないのはもちろんですけれども、まあ、脅しにも使われるべきではないというふうに私は思っています。でまた唯一の被爆国であるべきですから、日本として、まあ、そういう体験なんか言うべきことはきちんと、でこういったことをですね、まあ、これはこれでその脅しにも使われるべきではないというようなことをもう、これ自体非常に大きい発言ではあるとは思うんですが、こうしたことを埋没させずにですね、しっかり拾って今の日本がこれから先どういう道を進んでいくかということをきちんと今この禁止条約というものに照らしながらですね、議論をしていくということが必要ではないかと思います。でもその上では、さっきメディアのことをちょっと少し紹介しましたけど、まずこの禁止条約のその中身やですね、意義というものというのをほとんど広く共有されてないという現実とてもあると思います。どうしても長崎にいる、あるいは長崎の周辺にいるとですね、こうした問題を世界にみんなが注目しているように思ってしまいがちなんですけれども、全くそうではなくて、むしろ勝手にいくつかの小さな国やですね、NGO がわーわー騒いで何か作ったけど体制には影響はありませんみたいなのが今の世界の多くの受け止めになってしまっているんですね。ここをどう変えていくかということをやっていかなきゃいけないなというふうにも思っています。なのでまずは佐世保からということで、今日少し過ぎて15分オーバーしちゃったんですけれども、今日こんな形で話をさせていただきました。ありがとうございました。